言いたいことは今日言っておく文化系トーク YouTube グランパンパースです。今朝とあるニュースサイトを見ておりまして、平野翔くんの話がありました。で、それで思い出したこととかがあったので、特に何も決めてませんが語ってみたいなと思っています。自分はね、 BE:FIRST を推している人間ですけど、もともとその K-POP が好きで、オーディション番組も好きでね、それで追ったりとかしてました。で、その流れから日本初のグループっていうか、それがいざ出てきてみると、まあ自分日本人なんだなって改めて思ったと言いますか、韓国の音楽も今も聴いてはいるんですけど、応援をすごい熱量でするっていうのは日本のグループっていう形、まあもっと言うと BE:FIRST になりました。で、その流れの中でナンバーアイがね、こうデビューした時に、まあどんな感じになるかは分かりませんでしたが、当時は、まあ今もね分かっちゃいないけど、 BE:FIRST も含めてね、ナンバーアイにもね、あと BE:FIRST にも良い未来が待っているだろうとは思いつつね、でも私たちファンがね、そこを助けていくっていうことも必要かななんていうのも思いながらで、当時と言いますか、平野翔くんが King&Prince を脱退して、まあ、神宮寺くん、岸くんの件もそうだったし、まあ永瀬くんとね、高橋くんの件もそうだったけれども、特に平野翔くんはどうするんだろうっていうので世間で話題にもなってましたね。いろんなインフルエンサーとかがいろんな話をして、それから占い師みたいな感じの人たちも、あのタロットとかでね、こうなるんじゃないかなみたいな感じのことを言ってたと。で、その中で、あの BTS の事務所 HYBE ですね、韓国の事務所に所属をするのではないかっていう、そういうのが噂として結構一番でかかったわけですね。皆さんも覚えていらっしゃると思う。で、まあ私もね、まあ、それもありなのかなっていうのは思ってました。今ね、HYBE所属のルセラフィムっていうね、ガールズグループに、元 HKT48、 AKB48 も兼任だったかな、宮脇さくらさんがいらっしゃって、その方がいたりとか、あとはあの平手友梨奈さんですね、元、当時だから欅坂46ね、の平手友梨奈さん、今はね桜坂ですけど、あの平手友梨奈さんがいた頃欅坂ですから、今タレントとして HYBE JAPAN のところといいますか、 HYBE JAPAN の傘下のレーベルにいるっていうことですね。そうだから、こう HYBE としても、あのエンティームっていうグループが HYBE JAPAN のアーティストとしているわけですけど、まあ、日本人がほとんど主なメンバーで構成されているグループで、やってる楽曲も結構ね、K-POP の要素もありつつですが、自分としてはあの J-POP の要素も非常に強くて、どちらかというと方法論は違うんですが、 BE:FIRST と結構、やろうとしてることは近いかなっていうグループではあります。あのメンバーの中も良いしね。まあそんな感じで、でその K 君っていうね、結構中心メンバーとなる人がいるんですけど、あの26歳でナンバーエイド神宮寺勇太君と同い年になるかな、1997年生まれのはずで、でまあそうなんですよ、韓国であのデビューをするって際に、あの男子は向こう兵役があるので、20代中盤以降になると兵役っていうものを見越していかなきゃいけないから、結構デビューするっていうのが難しいんですね。でも日本人だからそれはいけるだろうっていうところもあって、で、あのまあ平手友梨奈さんもね、まあ、知ってらっしゃる人も多いと思いますけど、欅坂の中で中心メンバーでむちゃくちゃ人気な方でしたね。で、宮脇さくらさん、現在ルセラフィムさくらですけど、まああの AKB グループの中でも人気の人でしたね。あのアイズワンにもねいましたけど、 K-POP グループのね。だから日本の芸能人でその人気のある人、まあ芸能人でミュージシャンですかね、
人気のある人をハイブの方で囲って何かやるのかなっていうところは結構考えられる話で、で、すでに平手友梨奈さんが所属をしていたから、あのさくらさんもね、じゃあ男子の第1号として平野翔くんがっていうのはもしかしたらあったのかなっていう気はしてた。ただ正直ちょっと複雑ではあってね、あの結局日本の事務所でそういう風になんかね、ちゃんとどうにかできる事務所っていうのがないのかいなんて思ってはいてね。でまあ正直当時なかったっすね。あの BMSG はね、あのもちろん私の一押しの事務所ですが、多分その平野翔くんをその入れるっていうのはまた全然違う話であって、うん、BE:FIRSTをねメインでやるっていう形で、まあもともとそういうのは多分誰もね、そもそも自分も思ってなかったし誰も考えてはいなかった。でも他のところも結局名前は出しませんけど、どうしても日本の芸能事務所で平野翔くんがやろうとしていることをどうにかできる場所っていうのがどうもなんかあるように思えなかった。でそこで滝沢秀明社長の 2B が出てきて、そこに所属っていうのを聞いた時に、あ、そうなんだって思ったもんですね。なんていうか、職場にですね、まあ、キンプリのファンであの平野さんの人がいましてね、うん、その人からいろいろ聞いてて、滝沢秀明くんと、まあ、キング&プリンス、まあ、あまり接点がないという話で、だから、まあ、その、実際仲はどうなのか知りませんよ。その、事務所の中では何かあったのかもしれない。どっちかっていうと、その、滝沢くんに近いのは、まあ、スノーマンとか、まあね、そっちでだったり、スノーマン、ストーンズあたりは、滝沢くんがね、同時の日にデビューさせたりとか、トラビスジャパンもそうだし、ね。だから、まあ結構そう思ってみると、今のスタートエンターテインメントの主力も、滝沢くんが結構絡んでるところ多いなって改めて思うんですけどね。で、その中でキンプリはそんなに滝沢くんと接点がなかったと、まあ、皆さんは私が知らない情報も知ってるかもしれませんが、だから意外だなっていうところの話ではありましたし、私もそう思いました。で、世間のインフルエンサーだったりとか占い師の人たちとかがなんていうか、そこを予測できなかったのも、ね、占い師が予測できなかったっていうのはちょっと皮肉っぽくなっちゃいますけどね、まあ、自分もタロット占いをする人間なんであれなんですけど、誰かいたのかな。でもそこを当てたら本当にその占い師は信用していいと思うんですけど、自分が見てた限り YouTube でやってる人で平野翔くんが滝沢くんのところに所属っていうのを当てた人って当時いなかった気がして、もしいたらその人めちゃくちゃすごいですね。いるのかな、わかんないですね。いたらその人の YouTube 見てみよう。ちょっと関係ない話をしてる、うん、そう、まあ、だから意外だったし、で結果的にやったって思ったっすね。やったってのは変ですけど、当時私その平野翔くんのことほぼ知らないですよ。あの一番の楽曲、まあ、ソータくんたちが、ビーファーズのソータくんたちが一番踊ってたから、あ、キンプリの人だっていうね、本当にそのぐらいですよ、キンプリの人だぐらいな感じで、岸くんは知ってましたし、でも正直神宮寺くんのことはあんまり分からず、で中瀬くん、高橋くんのこともそんな知らないです。高橋海人くんが BE:FIRSTソータくんと幼なじみでダンス仲間だったっていうのはその後で知ったのでね。そう、でも岸くんはなんか知ってましたね、やっぱりね、インパクト強いからかな。でもなんかね、インフルエンサーの人がね、ハイブに所属するっていうのをやっぱりこう、なんていうのかな、そう思ってたのってすごいわかる気もするんですよね。世界に出るっていう形でやっぱり K-POP を通すと近いし、その中でもハイブは一番パワーがあるのでね、だからやっぱりそこからっていうのは想像できるし、結構だからなんでしょうね、古い言葉を使いますが、ウルトラシーみたいな感じで滝沢くんと平野翔くんが組むというのは、で神宮寺くんもそこに合流し、で私はその神宮寺くんに関しては、あ、平野翔くんと一緒に来てくれた子がいるんだっていう感じでした、うん、でもなんか結構クールな感じの子だななんて思ったりなんかしてね、うん、今はね可愛いって感じになってますけど、そうで、
岸くんが来た時も結構ビビりましたね。あの岸くんは先ほど言った通り、そのキンプリの中で、あの私が、まあ、平野くんはもちろん知ってたけど、なんかこう印象が強かったの岸くんだったんで、でなんか皆さんも思ったんじゃないかと思うけど、岸くんが来た段階で、まあ岸くんがしかもナンバーアイっていうねグループ名もインスピレーションでね決めてくれたっていうところもありつつだったけど、なんかすごいこれでいけそうだなって思ったりした気しませんか。まあちょっと変な言い方してるけど、うん、まあいろいろそれで語ってきて、でやったって思ったのは、あのどうしても先ほど言った通り、あの日本人がねどうしてもあの韓国で成功して世界目指すっていうのも当然あの素晴らしいことなんですよ、あのアジアからっていう観点で言うと。でも日本もっとやれんだろうって、やれるだろうって思ってて、それあの、まあ、この動画見てくださってる方はあの BE:FIRST のオーディション番組 THEFIRST を見てらっしゃらない方も多いと思うので、それこそスカイハイが一番最初に言ってたことなんですよね。日本にはすごい才能のある人がいっぱいいるけど、それを活かせる土壌がほとんどないっていう話、何かの型にはまらないと世に出ていけないっていう、そういうのができてしまっているっていうことで、じゃあその型にはまれずにダンスや歌やラップで本当にあの実力で勝負したい人たちは日本では出るところがないから、だから韓国に行って K-POP アーティスト、 K-POP アイドルでデビューをするっていう選択肢を選ぶと。でその選択肢があるっていうこと自体素晴らしいことだし、あの当然そうなんだけど、ただ日本でそういうことができる人がいればもっと何かあるんじゃないかって話。韓国に行くっていうのも結局まあお金いるんですよ、当たり前ですよね、うん、お金がないと韓国でデビューってのは実力があっても難しいし、あの状況的に外国にね10代とか20代前半、まあ言うて10代くらいかな、そのぐらいの子をその海外に送るっていう選択をできる親御さんっていうのもね、やっぱり少ないわけですよ。でも日本の事務所でだったらそういうのが可能なんじゃないかなっていうところってあったっていうところ。だからその BE:FIRST の龍平くんっていうあの一番末っ子の子がいるんですが、まああの身内ピーキーになっちゃうかもですが、ものすごい才能の持ち主で、でもなんかスカイハイに会うまではなかなか運に恵まれずに、まあそれまではでも当時13とか14だけどさ、うん、でもまあとにかくそうですね、あの BE:FIRST で日本でデビューをするっていう、で正直だから韓国で行ってもあの成功した子だと思ってます。ただその子が BE:FIRST にいてくれて私はすごく嬉しいです。うん、あのやっぱ日本からっていう部分で、で特にその龍平くんデビューした時14歳なんですけど、日本でもそういうことができるよっていうのを示すことができたっていう部分で、その龍平くんのその BE:FIRST を入ったっていう意義はすごくでかいなと。でさらに言うと、平野翔くんが日本のね滝沢くんの事務所でデビューして、で現状コーチェラ出たりとかもできてるっていう、その状況もすごく素晴らしいなって思うんですよね。うん、だからでしかもねトレーニー、2B は研修生って言い方かなね、トレーニー研修生の、まあ、意味は同じなんだけどね、研修生のねグループなんかもできたりなんかして、あのだからそういう風に日本でもねそういうのができるっていうのが示すことができてきて、まあ、本当に良かったですよ。うんね、だからそこかな、なんかね BE:FIRST とナンバーアイがあの似てる部分っていうところはヒップホップが強めっていうところもそうだけど、ただあの平野くん、神宮寺くん、岸くんはもともとね芸能界で有名だった人で、で BE:FIRST はねもともとはそういう感じではなかったので、まああのね涼介くんとか俳優やってる子はいるけれども、ただテレビにガンガン出るっていう感じのタイプの芸能人ではなかったので、まあ芸能人っていう言い方も正しいかは分かりませんけどね、あのだからそこは全然違うんだけど、ただ本当にそのヒップホップが強いとか、あのそういうところの共通点以上にあの共通してるところというと、まあ事務所時代が新しい事務所だっていうところも含めてですけれども、日本でねあの才能ある人があの外国に行かなくても日本で活動できる、特にその才能、ダンス、歌、ラップに関するところね、そこの才能、ダンス&ボーカルとしての才能を日本で生かすことができると、それでやっていけると、そういう風なあの空気感もそうだし、
事実、うん、その現実、うん、空気感というかその日本でもできるという現実を作り上げた、そのリアルを作り上げたっていうところがすごい共通点ですね。だからかな、なんかやっぱりあのナンバーアイもね、 BE:FIRST ファンとして、まあ、私も含めて結構やっぱりベスティナンバーアイも一緒に推してる人多いですし、でナンバーアイのあのナンバーアイ担当の皆さんもあのやっぱり BE:FIRST 気にしてくださる方すごく多くて、あの私もいろんなグループ動画で扱わせていただく方々、動画では使わない方々含めていろいろなファンダムのそういうのって見えてくるんですよ。ただあの正直ベスティとしてあのやっぱりね、当然自分の推しが一番で、2推し3推しぐらいで BE:FIRST お願いできますかって言ってもなかなかそうはいかないパターンがほとんど。でもナンバーアイ担当の方々は結構 BE:FIRST を2推し3推しぐらいにしてくださっているんで、あのそこってすごい面白い現象だなと思って、あの BE:FIRST の方でも、あ、ベスティの方でもね、ナンバーアイを2推し3推しにしてらっしゃる人も多いので、なんかそこですね、ファンダムの性質がちょっと似てるなっていうところもありつつで、あとまあベスティもそうですけど、高い祝いから、うん、高い祝いって言うと乱暴すぎるんで、高い祝いの中の超超超ごく一部の変な粘着してくる方々あの気を使いすぎて、うん、言葉がわけわかんなくなるっていうね、粘着してくる方々、うん、これにしとこう、粘着してくる方々にあのベタベタされるっていうね、うん、あのそんだけベタベタしてくるんだから、もしかして本当はね私のこと好きなんじゃないかななんて思ったり、なんかはいはい、そういうこともあるっていうところも共通しておりますわないやでもね、それもそうなんですけどね、あの私が本当にナンバーアイにありがたいなと思っているのが、あの BE:FIRST、 実際その BE:FIRST のなんだろうな、あの脅かすぐらいな感じの、これ私の意見ね、グランパンパスの意見ね、あのベスティの総理じゃなくて私の意見、あくまでも BE:FIRST を脅かすっていうか、それぐらいのパワーのあるライバルって絶対必要だと思ってて、漫画とかアニメとか映画とか全部そうですけど、やっぱりねライバル関係っていうのがあって成長するっていう、まああのそういうあの漫画とかのライバルとは全然違うし、どっちかっていうと仲間っていう感じにはなるけど、あのまあ身内びいきになるかもしれないけど、ナンバーアイが出てくるまではBE:FIRST、日本初っていうグループの感じで BE:FIRST に貼れる感じのグループって他に見当たらなくて、でもそれってもしかしたら停滞しちゃうんじゃないかなっていう、そういう懸念がずっとあったんですよ。停滞しちゃってあのファンも安心しちゃって、そんな感じになると、まあ BE:FIRST やスカイハイに限ってそんなことないと思うんだけど、ただ空気感としてあのファンがそうなってしまう形もあるかもだし、そうなってくると本当に危ないなとは思っていたのがあったんですね。そこにナンバーアイが出てきて、ゴートでガンと出てきて、もう瞬く間に1000万再生し、もう5000万いきました。まあ MV だけの話ですけど、それはね MV だけではないですけど、あ、これは良かったなと思いました。多分お互いに刺激をね与えて受けてそういうのできるし、あのこれあったらやっぱりね、あの実質もうアメリカにはこちらで先に行ってもらっちゃっているから、ここは私たちベスティもね火がつくし、ナンバーアイが色をかけて私たちベスティのね、なんていうか推し活も火がついてるというか、気合が入ってやる気が出たりなんかしてて、うん、で本当にナンバーアイもかっこいいしね、うん、だからそこは本当に良かったなと思うし、だからまあ翻って考えると、平野翔くんが韓国っていうか、まあ、ハイブに所属をせずに滝沢くんのところに来てくれてマジで良かったなっていう、だからあの平野くんにも感謝だし、滝沢くんにも感謝だし、いや本当にありがたいって思っております。ではサムネに書いてあるこの感じのまとめですけど、 BE:FIRST ファンでナンバーアイに興味持つ人も多いのは、まあ、ヒップホップとかが強いっていうところの部分とか含めてですけど、多分自分たちがやりたいっていうことをやらせていただいているっていうところと、日本から世界にっていうその共通項だったりとか、あとはいろいろね、その彼らの悩みとかそういうものに共感するところ、おそらく自分自身のものに共通して共感しているっていうところある人も多いのかなっていうところもありつつ、だからやっぱりお互いにね興味を持つ人っていうのも多くて、これが非常にこの全体を盛り上げていくっていうところにおいても非常によく作用をしているっていうところだと思います。今いろんな共通点があってね、
まあ、痛みとか分かち合ったりできるっていうところなのかなって気がいたしますね。で、ナンバーアイと BE:FIRST が日本にもたらしている功績、本当にいろいろあると思いますけど、途中でも語りました通り、あの外国に行かなくても日本でもできるよっていうことを、ナンバーアイと BE:FIRST 並びに 2B と BMSG がそれを示したっていうところ、これがやはりすごい功績だなっていうところがありますよね。だから、あの BE:FIRST やナンバーアイに憧れてくる、あの若い子たち、さらに若い子たちっていうのもたくさん今いると思いますから、そこは本当にね、功績として最大のものだと私は考えます。まあ、私の考えですがね。で、さらには平野翔くん、韓国デビューの噂もあったけれども、再デビューね、日本でしてくれて、決めてくれて本当にありがとうっていう感じでございました。はい。でね、ナンバリングね、そろそろもうアルバム出ますし、私もアルバム注文してますんで、正直 BE:FIRST とかマーゼルとか以外で CD を買おうっていう風に思ったのって結構久々ですからね。はい、 CD も楽しみでございます。で、結構いろんな方々がリリースするみたいなんで、まあナンバーアイ担当の皆さんもぜひ、まあ人によってだと思いますけど、こうね、気合を入れて、まあもちろん自分のペースで気合を入れて、彼らの応援、頑張っていただければと思いますし、私も含め多分ベスティもね、結構サポートできる方もいると思いますんで、はい、まあやり方も違いますのでね、いろいろありますけれども、まあそんな感じでお互いにいい感じで情報交換し合っていけるといいですね。はい、そんな感じでございました。ではこの辺で失礼します。言いたいことは今日言っておく、街角の語り部グランパンパースでした。ここまで見ていただきまして、あるいは聞いていただきましてありがとうございます。皆様のおかげさまを用いまして、登録者数私2万人を達成いたしました。ありがとうございます。本当に助かっております。ボーイズグループを日本から世界にっていう形で BE:FIRST を中心に語らせていただいております。もともとはこだわりは持っていなかったんですが、新しい方も結構来てくださるというところで、登録者数が分かりやすく信頼につながるというのが人間ですので、数字で判断するというのがありまして、なのでこだわって今増やさせてもらっています。はい、 YouTube 登録は全部無料ですし、もし皆さんが登録しても通知とかは来ませんし、変なサイトにも誘導されません。そして私の動画が合わないと思って解除される場合も、私に一切通知は来ませんので、安心して登録していただければと思っております。3万人目指していきますので、まだ登録していない方はもしよかったら登録していただければと思います。一度解除した方でも、もう一回登録してやろうかなって思ったら登録していただけるととても嬉しいです。そしてもう登録してくださっている方はありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。では引き続き精進してまいりますので、よろしくお願いいたします。それでは失礼します。